はい、こんにちは、ソーマンです。令和元年10月20日火曜日となっております。ちょっと報告が遅くなったんですけれども、以前ですね、動画でお約束しました魂の一品の売り上げの公開をしたいと思っております。で、この動画の最後に、通帳の写真も、掲載しておくんで、それと合わせて見ていただければと思います。まず9月の売り上げですね。9月の売り上げがちょっと見えづらいかもしれないんですけど、163万8840円でした。163万8840円だったんですけれども、運営日数が 16.5 日間ですね。この点5っていうのは何なのかっていうと、昼間までの時間がですね、3日間ありまして、昼間までの、運営を 0.5 と換算しているので、1.5 で15日間プラス 1.5 で 16.5 日間の運営だということですね。で、1日平均の売上が約 99,323円、10席でやっておりまして、完全2オペレーションでやっているので、まあ、99,323円っていう1日の平均は、まあ、いい方だっていうふうに捉えております。まあ、ただし8月22日がオープンなので、まだ9月の、オープン祝いとかもあってですね、いい方だっていうふうに予算よりも、かなり好調に、まあ、10月はこれより、落ちてきて予算に近づいてきてるかなという流れでございます。まあ、いい方でしたね。9月は99,323円となっております。これがもし31日間フルで、戦っていたらどれぐらいになるかっていうと、まあ、×31 で約300万円の売り上げが達成してたんじゃないかというふうに見込まれております。そして、仕入れ額なんですけれども、ラーメン屋ですんで麺とか、あとタレとかチャーシューとか、その他野菜類などですね、あとですね、オーブンに必要だった、電子機器類とか、あと僕がまあ交通費などで使った、出張代とか、そういうのも全て、ここに魂の一品から、引き出しておりまして、それら込みで、まあ、仕入れっていう風に、もう一括りにしてるんですけれども、それが639,359円となっております。それからもし31日間この仕入れを行ってたら、どうなってるかというと、約120万円かかるよっていうことですね。で、最後に、あらりなんですけれども、売上引く、まあ、仕入れ額、これが 16.5 日間戦った場合、まあ戦った場合というか、通帳で残った金額が99,481円、そして31日間もし戦ってたらとなると、300万引く120万なんで180万残ってたっていう風な計算となっております。こっから、家賃が当店12万円なので、12万円プラス、ガス代とか電気代ですね、光熱費が約10万円なんで、まあ、約22万円引かれるよっていうことで、まあ、77万の、まあ、経常利益っていうんですけれども、経常利益が77万残った。そして、こちらで言うと約160万残るよっていう計算になりますね。まあ、経常利益って言ったんですけれども、ちょっと間違いですね。ここから人件費引いてなかったんで、人件費を引くんですけれども、で、人件費を引いてないのはなぜかっていうと、僕とキコちゃんが完全2オペレーションで、このお店賄ってるんで、実はまあ当社は、別事業部もたくさんありまして、で、僕と、キコちゃんの給料は別事業部から出てるので、まあ、今回は引いてないよっていうことですね。で、72万まるまる通帳に残ってるんですけれども、例えば、僕とキコちゃんがですね、独立してて、まあ、夫婦でやってるとか、まあ、兄弟でやってるっていうシミュレーションになった時、まあ、70万残ってるから、まあ、給料30万30万取ってもいいよっていうような、夫婦だったら合わせて50万取ってもいいよっていうような、そういう、まあ、シミュレーションができるっていうような、まあ、9月は非常にお金も残ったし、16.5 日しか戦ってないんで、まあ、もちろん別事業の仕事とかしてますけれども、店舗としての想定した場合は、休みで14日休んで 16.5 日で30万30万取れるぐらいの店舗になりましたよって、9月はね、報告をさせていただきました。また10月の報告もいたしますので、楽しみにしていてください。じゃあこの後通帳の写メの公開をいたします。バイバイ。